ディスリーさんの子どもの頃の将来の夢っていうのがあれば教えてください、はい、子どもの頃はあはラップとかを知る前はあのクワガタ屋さんをやりたくて、えー、ちっちゃい頃からの昆虫が好きでですね特にクワガタが好きで、えー、小学生の時は、えー、クワガタ大クワガタとかブラックダイヤモンドとか言われて1,000万とかで売られてた時代ですね平成。 初期のでクワガタ買って類大飼育を生ませて浮かさせてみたいな繰り返してどんどんいい形のクワガタ育てていくみたいなのをすごいやっててえに,愛媛県にそこのおっちゃんがもうめちゃくちゃ人としてもかっこよくて僕もクワガタ屋さんになりたいなと思ってました。 カブトムシは、はい、そのクワガタに比べると若干こう質落ち感があるってことなんですか <laughs> 質は落ちないですけどあのでかいんですよなんであの衣装ケースあるじゃないですかこんなホームセンターとかで売ってるあれで幼虫1匹を飼うぐらいなぐらいスペース取るのでクワガタはそこまでじゃないですよねおっきいやつでもこんぐらいの瓶 一つあれば、幼虫は育っていくみたいな感じなので。で、また、カブトムシは短命なんですよ。クワガタに比べ、比べて。それがはかないので、クワガタの方が好きです。その時の夢のイメージでは、クワガタ屋を経営して。はい。億万長者みたいな感じだったんですか。そうですね。まあ、億万長者とはいかずと、まあ、好きなことをして。暮らせたらいいなみたいな、多分描いてたと思います。 今でもクワガタは好きでやっぱ子どもの頃はみんなクワガタ好きなんで夏になったら毎晩一緒にクワガタ取りに行ったりとかしてクワガタ仲間みたいなのがいたんですよ。クルーみたいなの組んでて <laughs> 自分がボスでみたいな。でもどん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 中学生とかこう学年が上がっていくにつれて俺,俺やめるわ俺やめるわっつって最後一人になってしまったんですよ。